でこう川を一個攻めるにしてもこう外側じゃなくってやっぱ夏っていうのは外まで出てこないから、ちゃんと人間側がまず奥に入れてってあげるってことがすごく大事で、バスの目線の方にやっぱり迎えに行かなきゃいけないとなると、やっぱりああやって枝1本2本越えてでもいいから、この引っかかりの少ない、今はテキサス使ってるんですけど、まあ、せっかくこういう引っかかりの少ないものを使ってるのであれば、どん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 ね、入れてっちゃった方がいいです。こういうところは入れてったもん勝ちです。ややこしいところに入れてったもん勝ち。キャスト精度もちろん問われるんですけれど、ミスっても引っかかんないんで、絶対引っかかんないから、この手前とか際じゃなくて中に入れれるような感じであれば、どん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 打ち込んでいっちゃった方がいいです。で、晴れてやっぱドタフプレッシャーもかかってる時は、まあ、シルエットを落としたりだとか、シンカーの重さをやっぱ場所に対して極力軽いものを使ってあげる、重すぎないものを使う、例えばこういったカバーなんかは多分 5g とかあったら十分、下手したら 3.5g でも入るし、バックスライドのノーシンカーでも入るし、でもなんかマットみたいにゴミ溜まりがあったりだとか、足がこう水面に乗っかっちゃってるところとか、まあ、そういう場所に関してはやっぱり1枚ね突き破らなきゃいけないんで、ある程度ルアーのね自重というのが欲しいんでシンカーを上げていく。でも極力その場所に対して1/4、1/8、1/2でまあウェイトがあったとして1/4で入るんだったら1/4でやった方がいい。極力軽いもので落としていくっていうことが大事かなと。おっしゃ、オッケー、おっしゃ、でけえ、おっしゃ、ああでけえよ、ファイボス、さあ、くった、打ち直し、対岸からやってたんだけど、打ち直ししたら、めっちゃいいやつ来た、うわー、ふっとこいつ、ね、ややこしいとこに、入れればね、やっぱり今みたいに出せるんで、信頼したタックルと、まあ、糸ですよね、でしっかりかけて抜いてあげるっていう、まあ、これをねやってたら夏のカバー釣りは制覇できます。よし釣れた。ファイボスのね3インチです。ちょっとね割とこのなんていうかな、まあボリュームのあるアームがついてるんですけど、ボディに対してね結構溝しも強いワームなんですけど、シルエット自体は、まあ、スッとねこうカバーに入りやすい、カバーに引っかかるようなこうアームとかパーツっていうのが少ないんで、まあ、比較的こうスッと入りやすいっていう感じで、まあ、プレッシャーもね程よく、高い場所なんで、ここの場所自体がなんで、シルエットをね3インチに落として、でそのシルエットを3インチに落とすっていうのは結局のところ、プレッシャー対策っていうのもあれば、こうやっぱり面積がね、表面積がこう少なくなればなるほどカバーの中にも入りやすいっていう、まあ、すり抜けがいいっていうのもあるんで、3インチに、まあ、7g シンカーですね、1/4オンスの 7g のオーソドックスなテキサスリグスタイル、はい、この足なんですけど、さっきからやってたこの右側のインレットが絡む足っていうのが不発 で対岸側からこの足元を見た時にちょっとこう入り組んだり出っ張ったりしてるこう足があるんですよね。で最初はこうそのへこみに対してだいたいこの辺かなっていう感じで対岸から見た景色をイメージしてね、こう上から落としていくんですよ。でこれがこう置き目に投げちゃうとどうしてもやっぱこう葉っぱとかも邪魔してるし、こう足っていうのもまっすぐに生えてるわけじゃないから、こう斜めに生えてたりだとか水面にせり出してるから、こうそのせり出した部分が邪魔をして際までルアーが到達しないんですよね。なんで対岸から見た景色を
こうイメージして、だいたいこの辺に足の付け根がありそうだなっていうところに、見えてないんですけど上から落としていくんですよ。で上から落としていって、こうチャポンと今音がしました。音がして糸が入っていくから、この糸が入っていく分は推進ですよね、その場所ので、誘うみたいな感じで、へこみやってダメで、今こっちの出っ張り、この出っ張りも奥側外側に投げるんじゃなくて、なんとなく付け根をイメージしながら手前にテキサスを落としていく、ファイボスを落としていく。今チャポンといって糸が出ていく、糸が止まる、ね、これで着底したからここで誘う、でここでバイトがありましたという感じで、外側要はね、バスが夏の暑い日中っていうのは迎えに行かないんで、ルアーの方に、要はバスの目線の方にしっかりと送り届けなきゃいけないっていうのが鉄則なので、やっぱり外側よりもどん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 このタックルバランスとか糸の太さを利用して、どんどんこうややこしいところに打ち込んでいくんですよ。ややこしければややこしいほど魚も入っていきやすいので、どんどんこういうところをイメージしながら上から落としていくっていう。でやっぱかけてからタックルと糸がしっかりしてればちゃんと上がってくるんで、そういったタックルバランスも非常に大事なんですけど、こういう攻め方をしています。で入ったかどうか分かんないときは20センチぐらい持ち上げてもらって、でゆっくり真下に落としてってあげる、竿を追従させて落としてってあげる。そうするとどっかでチャポンって音がするんで、その音がしたところが要するに今落としましたよね、水面で、水面から推進分しっかり糸を出してあげて、しっかり落としてあげる。でそっから初めて、誘ってあげるという、感じですね。なんで見えてないんですけど、こういった感じで夏のカバーっていうのはとにかく奥へ中へ打ち込んでいくっていうことがすごく大事になるし、魚もそういうアプローチじゃないと食わない魚っていうのは夏の日中特に多いです。なのでこういったアプローチを必ず心がけてください。みんな家で練習すると思うんですけど、練習した時に目標物に対して竿が一直線になっちゃってる状態、これ NG です。はい、これはミスキャストです。何が言いたいかというと、この落ちてからルアーは落とししろっていうのが必要なんですよ。要は推進分落としていく必要があって、これはテキサスリグ、ラバージグ、バックスライドも送ってあげなきゃ、ね、向こう奥進んでいかなくなっちゃうんで、その糸付けをしっかり、キャストの時にもうすでに作ってあげるってことが必要なんですね。ということはその糸付けを作るためのピッチングのフィニッシュの仕方としては、竿が上を向いてる状態、十字。そうすると竿を倒しただけで糸のたるみってのはできるから、その竿を倒すっていう動作を一瞬してあげれば、糸をわざわざ出さなくても、頑張ってね、慌てて出さなくてもすぐに糸吹けってのはできるんで、このすぐにできた糸吹けを使ってルアーは下に落ちていく。でバックスライドだったらスライド幅を利用して奥に入っていくっていうことができるんですね。だからフィニッシュでまっすぐになっちゃって、入ったはいいけどまっすぐになっちゃってる人っていうのは、こっから頑張って急いで糸吹き出さなきゃいけないから、そうなるとルアーはだいたいテキサスとかやっちゃうと、手前にねカーブホールしてきちゃうし、バックスライドのワームっていうのもこう奥に行かなくなってしまう、うん。まあ、特にこのラバージグ、テキサスとか、あとまあジカリグとかもそうなんですけど、こういう重りがついたものっていうのはよりこう手前に来ちゃう、目標物に対して手前に来ちゃうんで、奥のカバーを打とうと思った時に糸がこう張っちゃってるとね、徐々にこう手前にね、足元の方に来ちゃうんで、そうじゃなくってフィニッシュを十字に持ってきてあげると、ふっとこう竿を倒すだけですぐに糸吹けっていうのができるんで、これも糸吹けによって推進分のこの落ちる、落とししろっていうのを作ってあげる。これが理想的なカバー打ちのピッチング、フリッピングのキャストです。まずは足元から、しっかりチェック。これも基本中の基本です。これも中を打つ、塊の中を打つ、周りからいかない、もう枝一本必ず絡めちゃってもいいんで、必ず中を打つ。こういうゴージャスなカバーは、一等地にあるカバーっていうのは
一番いいとこに一番いいやつがいるから、例えばこの中心部のね、一番このこうしっかり葉っぱがかぶさっててシェードになってるところに浮いてたりするから、取れるかどうか心配だから周りしか打たないっていう人はもったいないと思います。もったいないと思う。このご時世タックルすごくいいです。ものすごくいいんで、こういったカバーから、まあ、魚をねここでかけたとしても全然カバーなくから魚を寄せるだけのパワーとか、しっかり持ってるんで、まあ、特に今これ使ってるアドレナ166の MH っていう対カバーに対してももう全然ここでかけても全然安心やから、あとはやっぱりしっかりと太い糸を使ってあげる。だいたいテキサスは、16ポンド以下をほぼ使うことがない。これでかけてちゃんと竿のパワーとこの糸の力強さでちゃんとカバーから出す、引き剥がすっていう、まあ、そういうことができるんで、必ずねこの太いラインを必ず使ってください。この釣りは16ポンド以上、最低16ポンドを使うようにしてください。カバーがしっかりと絡めてアプローチできてれば糸が太くても全然食います。ミエバスとかクリアウォーターのミエバス相手とかじゃないんで、ちゃんとカバーでラインもカモフラージュできるし、あの太くても別に食うんでね。まあここはちょっと池なんで、あのインレットの流れ以外にもね、例えば風通しがちょっと良さそうな場所だったりとか、まあそういった感じで直接的な流れ、流入する流れじゃなくても風によってね生じる水の動きだったり、まあそういったものもね、あのすごく止水域に関してはもう大事なファクターになりますね。めっちゃ飛んできたよ。すごい可愛いのが食いました。ファイボス飛んじゃったね。思い切って走っちゃったけど、やったぜ。なくなっちゃったけどね。ファイボス、ファイボスを本当にあのギリギリシェードで足の際えぐれで今風が当たってるっていう最高の条件のところで食った。同じくねファイボスの3インチですね。風がちょっとねいい感じで手伝ってくれてたんで、風が当たる面の足のちょっとしたこのえぐれしっかり入れてってあげて糸を出してシェイクしてたらガボって食う感じ。まあ外にはねなかなか迎えに来にくい時期なんで、ぜひこの時期はねカバーの本当に中そういうところをとにかく入れれるようにアプローチの精度っていうのを、しっかり高めていってあげてください。それさえできれば夏のバス割と簡単に手に取ることができるかなと思います。 OK